時は来た。あと数分後に各エラーが復活する。汚れ除去班は徹夜作業本当に感謝する。ラルはエラー復活直後に経路をたどれ、元凶が一箇所なのか各エラーことなのか、それを知らなければいけないからな。早急に対応するわ。ここを理解しなければ反撃できないわけだしね。ミエルは俺の護衛だ。本日最後が理想だけど盾だ。頑張ってくれ。はぁ、なんか盾役の方が楽でいいや。昨日は地獄だった。ソルテ、トール、ロートの3人は引き続きエラー討伐に当たってくれ。被害は最小限に抑えたい。今回は元凶が分かれば元凶を叩く。その時に起こるリスクは今以上だと想定している。事前に可能な限りリスクとなる要因は潰しておきたい。了解しました。迅速に当たらせてもらいます。トール、痕跡を追う必要があるからな。あまり周辺を破壊しないようにな。わかったよ。僕のせいで作戦が止まったとか言われたら面倒くさいし。ロート、少しでも異変を感じたら連絡係のアリシアに即伝達だ。情報共有は最も大事だからな。少しの異変も見逃さないように。一番エラーの生態に詳しいのはロートだからな。絶対に見逃しません。アリシアは俺の側近で全現場の連絡係を務めてくれ。どれだけ時間がかかるかわからないからな。アリシアはよほどのことがない限り戦闘は控えるように。パト様、では昨日私が担当していたクレイジーアイ討伐には誰を向かわせるのでしょうか。いい質問だ。クレイジーアイ討伐は俺からだそう。私が来たからにはこの戦も勝ち戦になったことは確実。初めて主様に個人的に求められたことだし、ネルネイ様の推薦でもある。全身全霊をかけて駆除に当たるよ。紹介する前に出てきちゃって。まあいいけど。彼女はウル、すっごく強いから期待しててくれ。ちなみにウルはクレイジーアイの討伐だ。情報は同行するアリシアの分身体からもらってくれ。倒し方は環境を壊さなければ基本とはない。ウルの能力は最終的にこの問題の根本を解決するのに必要になる可能性が非常に高い。期待しているぞ。期待してるだって、これはテンション上がる。求められるってすごくいいかも。そうだ、もし元凶が分かったらラルが元凶に向かってくれ。この中で一番戦力が高いのはラルだからな。大役任せるぞ。さあ、必ず平和な帝国を取り戻すぞ。全員各自役割を全うしてくれ。パト様、私の分身体を各エリア責任者に一人ずつ、そして保険として各エリアに散らばるようにアリシアを配置しています。これで迅速なフォローと連絡を可能としました。ありがとう、あとはエラーたちが現れるのを待つのみか。ミエル、本当によくやってくれた。ミエルの知識のおかげで除去がスムーズに進んだんだ。今はゆっくり休んでくれ。何かあったら叩き起こすから。うお、もう寝てるし。しかもあいつ自室から布団持ってきてるし。さすがですね。パト様が言うことを事前に理解しているなんて、私も見習わないと。絶対にそういうのじゃないだろ。まあいいけどさ。さあ、まずは広く浅く探知を仕掛ける。汚れがもしエラーたちの道筋だった場合、今は汚れがなくなっているからどこから出てきてもおかしくない。最悪想定通りの組み合わせになるかも怪しい。アリシア、ロートからエラーの移動原理は聞いてる。正確な答えは、ですがロートはエラーが現れた場所の汚染が完了したら別の場所に移っていた、かもしれないと仮説を立てていました。ロートでその認識なら誰もわかんないわね。クルデターロート。ガタグだぞ。ミスアグリル。クレイジーアイ、全員私狙いだと。質問の規定が変わった。クレイジーアイの幻覚か。罪を言うなよ。全員私の前に来たなら好都合。正気を消せば幻覚は消える。エラーが強力。こんな動き今までなかったぞ。アグリル光線、まずい。熱光線、こんな攻撃の情報にはなかった。今までにない治療と作為、まさか今までこいつら戦闘態勢じゃなかった。結構、相手に知能があるなら私も少しは知能を使ってやろう。神格解放。惜しいわね、もう少し早ければこの結果も変わっていたかもしれないのにね。純真支配、一切の汚れを受け付けない、汚れを除去する能力、あなたたちみたいな汚れまみれにはお似合いよね。でもこの力、実は最近できたものなの。私の主様から授かった力、昨日あんたたちの汚れを除去してたおかげで能力を解放できた。その点だけは感謝するわ。純真支配、イノセンスエンジェルウェーブ。消化されてしまえ、お前ら汚れは。笑っている？なんだ？何がそんなにおかしい？どういうつもりだ？どうしてお前がそこに立っている？アリシア。わーい、まさかこの土壇場であなたが覚醒するなんてねー。インフラヒステリー。なんだここは？何が起きている？まさかアリシアが裏切り？そんなはずない。そもそもアリシア本人がパト様に危害を加えることはできない。アリシア。いや、もしかして分身体か。そうか、もしかしてあのアリシアはエラーに姿と力を奪われたアリシア分身体か。もし知能まで引き継いだとなるとエラーにアリシアの知性が身についたってことになる。一
からかはわからない。ただ言えることは、もしアリジアと同じ能力を得たなら最悪なことが起きる。そう、早くこの状況をパト様に。本物のアリジアの分身体を即解除させると言っても、本物と偽物の言い訳なんてわからない。記憶まで共有していたら質問や秘密も無意味。さあ私の可愛い子供たち、私にたくさんの養分を送っておくれ。無限支配。頑張っておいで、私の可愛い可愛い子供ちゃん。さて、いまいましいカニども、今ここで駆逐してやるぞ。プレデターロード、なんでこんなところに。しかも2体、今まで1体しか発見されていなかったのに、何がどうなっている。アリシア、どうする。ただでさえ私はあいつと相性がこの上なく悪い。それを2体も相手するのは無理だ。おかしい、ラルの気配が消えた。それにラルのところにいた私の分身体の制御がつかない。何これ。キレ、すぐにキレ。それはエラーに乗り移られているぞ。感染する前に早く。まさか私の分身体を。だとすればエラー側に膨大な強化を促してしまった。最悪だ、私が策もなしに分身体を量産したから。まずい、他の分身体にも情報を。感染して制御を奪われたら最悪だ。一度他のメンバーと合流するぞアリシア。これは異常事態だ。相手の方が上手だった。もしアリシアの分身体を乗っ取られたと仮定するなら、私たち側の作戦は筒抜けだ。それにも知能や能力を引っ継いでいるなら、このエラーの量産にも説明がつく。そしてエラーがアリシア並みの知能を手に入れたら、過去最大のピンチだ。帝国一の頭脳であり、帝国で2番目に強いとされるアリシアが敵になる。戦えるのはラルかアリシアの2人しかいない。どうせ制御から離れているなら、このまま一度戻って。情報は一切途切れるだろう。状況も理解できなくなる。中級の大量発生、間違いなく大量の犠牲が出てくる。でも逆手を取られた以上、こっちの計画は破綻だ。狙える奴が元凶を狙うしかない。元凶は任せます。作戦も全部。私たちは少しでもリスクを減らすように努力する。あとはお願いします。私は飛んでやるよ。喜べエラー。パト様のところに急げ。この記憶と情報を受け継いでから能力を切らないと、この情報は引き継がれない。これ絶対にディスアドリルだよね。でもこっちもディスアドリルだし、これもディスアドリルだよね。3体もいたっけ。感覚とは違うエラーだからわかんないや。いや、4体どころじゃないね。もしかして見えてないだけでかなりディスアドリルいるんじゃない。そうだね、全然情報と違うじゃん。しっかりしてほしいね。アドリル光線、地層発光塞がれてるんじゃかわしきれないね。いや、すぐ出てないだけだけど。休んだらすぐアドリルにしてやるだってか。衝撃波でこいつらふわふわ吹っ飛ぶだけだからな。こいつら嫌いなんだよな。ウルとソルテはどの子を消しかけても無意味か。仕方ないけど、そっちは足止めに徹するしかないわね。アリシアの分身体が一体拠点に戻っている。私の存在に気づいたか。私がこの体でソルテを消してもよかったけど、まずはこの情報が司令塔に行き渡らないのは面白そうよね。私も拠点に戻ろう。そして司令塔アリシアを騙して乗っ取るもよし、バレてもアリシアを裏切り者としてパトを騙すもよし。所詮は借り物、どう転んでも面白い。この星は私たちのもの、先住民は消えてもらわないとね。なんか今日すごくエラー多くない？どうしよう、私が衣装なしで戦えないんだけど。なんか今日イベントかなんかっすかね。なるほど、そういうことか。全然わからん。どうしよう、これをプリズンエデンに入れたくないな。エンガチョウミールとか私のことか大評価してるけど、私だって代償ないとまともに戦えないっつう話なんだよな。ハレー、なんか面白いことになってるね。僕も参加していいかな。いいよね、行くっきゃない。フィラーノ、相手の力量くらいは見ておけ。あれは格上。パト殺害ができれば私たちの要件は済むんだ。余計な戦闘は避けろ。と言いつつ毎回パトの気配から遠ざかるのはなんでだ。もしかしてこいつ方向音痴か。まさかな、ここまで姑息な作戦が思いつくくせに、まさか方向音痴のオーラ感知が下手くそだなんてなぁ。くそ、強い気配だらけで全然パトの気配がわからん。というかここ広いし物騒だからわけわからん。だが狙うならこの想像しいタイミング、攻めるべきか、まだ待つべきか。私こっちに呼ばれて最初は忙しかったけど、それからずっとお留守番。暇だね。さすがに暇すぎるし、主のところに行って主の様子を伺うのもいいかもね。まあ、何かしらできることあるでしょう。多分だけど。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。